こんにちは。A の三エリアのマルイストマーケットの太田と申します。こんにちは。ビゼ焼きの丸ルイを展示してお待ちしております。これはビゼ焼きでえっ、ー、とできているんですけれども、倉敷在住の私の友達の、えー、絵描きのゆか子ちゃんとえっ、ー、と私太田の二人で作っているものです。これは。 えと備前焼き作家の小川壮一さんのところに、えー、ゆか子さんと私が遊びに行っ,て行った時にたまたまあのー、話をしながら粘土を丸めていて顔をつけたら可愛い,いねってやってたらこんな形になりましたこれはですねよく聞かれるんですけれども、あのー、私1回やってみたんですがご飯に入れて炊いてみたらご飯が意外と美味しくなりました。はい他はあの飾って えー、ちょっとこう心を和ませたりとか、あの使い方は人それぞれかなと思います。<laughs> えっと丸い人をあのイベントで路上で展示してた時なんですけど、サラリーマンの方がですね、あの一回ちょっとチラッと見て通り過ぎたのが戻ってこられて、こう二度見する感じで戻ってきて、じーっと見て。 そっと1個を手に取ってこれくださいってあの買ってえられたことがありますなんかあの心惹かれるものがあったのかどうかちょっとわからないんですけれども一緒に丸い人を作っているゆうかこさんは画家で 私とは「アットホットっていうデザインユニットで、えー、と活動していますで。ゆか子さんの絵はです、ね、あの和紙を使ったとっても温かみのある絵で、えっと、ゆか子さんはもともと中学校の教員だったんですけれども、えっと、その経験を生かしたあの温かみのある優しい絵をたくさん描いている方です。 丸、えー、イストマーケットの場所なんですけれども、諏訪木のこう、えー、と中華そばがあるところの交差点を、えー、北に向かって、新幹線側に向かって少し進んでいただきましたら、道沿いにオートビックルさんとか、宇宙旅行さんというバイク屋さんとかがありますので、そちらの方に立って、ですね足盛り側の土手の方を見ていただくと、えー、黒い家で、煙突がある家がありますそこがマルイストマーケットの場所になります。 はい、当日は、えー、イノシシ汁と焼き鳥、それから、えっと、ハンドメイドの作家のお友達が持ってきてくれた可愛い雑貨も販売します。ドリンク等も用意してお待ちしております。あ、せーの、ーのあ、くんちね、来てね。来てね